それではこちらのカードを使ったメンタルマジックをご覧いただきたいと思います。こちらのカードですが、トランプではなくてこのようにイラストが描かれています。例えば、お花、サッカー選手だったり、モナリザ、松明、これ iPhone ですかね、ドレス、猫、指輪、このように全て異なるイラストが描かれています。動物だったり、機械だったり、植物だったり、全てバラバラのカードが52枚全てに描かれています。こちらのカードを使って、ちょっと不思議なことをしてみたいと思います。ちょっと軽く混ぜておきましょう。それではこちらの、カードを使って不思議なことをしますが、まずこれを3つの山にこのように分けていただきたいと思います。よろしいですか。はい、ありがとうございます。まあ、当然このように多い山や少ない山が出てきます。ではたまたまこの1番目に来たカード、これを避けてケースを重ねておきます。まあ、これですり替えなどできません。そして誰も見ることができません。ではまず1人目のお客様にご協力をお願いしたいと思います。こちらの山取り上げていただきまして、よく切り混ぜてもらえますか。まあ、これで順番で覚えておくなどということはできなくなりますね。はい、では表を見まして、自分だけ表を見て、1つですね、1枚心に響いたカードですね、これを選んでいただきまして、選びました。見せないでくださいね。でその山の裏向きの一番上に戻していただけますか。まあ、カメラにはちょっと見せていただけますかね。大丈夫ですか。はい、では覚えてください。でそのカードイラストですね、頭の中にしっかり覚えてみてください。では2人目のお客様は、今度は偶然この山の一番下に来ているカード、これを見て覚えていただけますか。ではそのカード、その場所にあると怪しいですから混ぜちゃってください。その山全部混ぜてください。よろしいですね。2人目のお客様も今のイラストしっかり忘れないで覚えておいてください。ではこちらに見ていただけますか。はい、ではそのままちょっとご協力いただきたいと思います。こちらの山をちょっと見ていただきまして、で、好きな枚数配って好きなところでやめてください。はい、ありがとうございます。じゃあそれもちょっと混ぜちゃってください。じゃあこれは覚えなくて結構です。1枚ひっくり返しておきましょう。じゃあこれ置いちゃって結構です。はい、これで準備は整いました。ではこちらの iPhone に、私がですね、一つ画像を表示させておきたいと思います。これは後ほどお見せいたしますので、ちょっと待ってくださいね。設定しますので、画面を開けばすぐに表示されるようになっています。では、これから皆さんの心を読んでいきたいと思います。では2人目のお客様からまずやっていきたいと思います。たまたま見て覚えたカードありますね。このカードが何なのか当てていきたいと思います。頭にしっかりとイメージしてください。これは生き物ではないですね。手に収まるぐらいのサイズで、お客様のイメージだと黒いイメージをされてますね。そして硬い、これは、思い出などそういったイメージをお客様から感じます。わかりました。これは写真を撮るためのカメラですね。当たりましたね。ありがとうございます。はい、では2人目のお客様の
カードも当ててみたいと思いますが、実はもうすでにこのカードの中にヒントが眠っています。でちょっと広げてみますね。広げていくとこちらさっきひっくり返してもらったカードがあります。これ実はこの犬の首の部分には数字が書かれています。これわかりますね。30と書かれています。ではお客様、こちらの山ちょっと持っていただいて、1枚ずつ表向きにしながら数えていって30枚目のカードを見ていただきたいと思います。こちらのお客様が選んだカードの枚数目から出てきます。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと残りも回収しましょうですね。ちょっと回収します。では最後、あらかじめ1枚避けておいたカード、ちょっと私のスマホのロックを外します。そうするとこちらには1枚の